トーマス・ホップカークは、スコットランドの植物学者、版画家である、グラスゴーに生まれた。ホップカーク家は、スコティッシュボーダーズの保育近くのホップカークを、出自とするグラスゴーの名家で、祖父のトーマス・ホップカークは、タバコ王と称された富豪で、炭鉱業や醸造業、銀行などに経営を広げた。父親のジェームズ・ホップカークもグラスゴー商工会議所の会長を務めた。 トーマス・ホップ・カークは1800年にグラスゴー大学に入学し、1813年にイギリスの植物史として最も古いものの一つである、フローラ・グラティアナ、イカタログ・オブ・ザ・インディジェナス・プランツ、オン・ザ・バンクス・オブ・ザ・リーバー・クライド、アンド・イン・ザ・ネイバー・フード・オブ・ザ・シティ・オブ・グラスゴーを出版した。この著作は、クライド川の両岸で自ら見つけたの植物を分類した植物目録で、 ロンドンリンネ協会の創立者のジェームズ・エドワード・スミスの著作フローラ・ブリタニカを参考にし輪廻協会の会員の意見に従って輪廻の分類が行われていたが図版や説明はつけられていなかった。公務としてはラナークシャーの治安判事を務めた。グラス号の屋敷に膨大な植物のコレクションを作り上げその目録を出版した。1812年に リンネ協会のフェローに選ばれた。1816年に有志と植物園を作り、その会員には、グラスゴー大学の植物学の近邸教授の、ウィリアム・ジャクソン・フッカーも加わった。約8エーカーの土地にラルベス・ハウスの植物を含めて、植物が集められた。1817年に、グラスゴー王立植物研究所として認可され、グラスゴー植物園が設立された。 1817年に著作、植物の変異種フローラーのもや、エ g e n e r a l View of the ーズイ m a ベ i タブ in the Vegetable Kingdom を出版し、植物の中に現れる異形の株やヒイラギの変種、多数のおしべを持つブルーベルなどの変異株について、執筆し、チャールズ・ダーウィンの著書、育成度植物の推移種に引用された。植物学書の出版を通じて、リソグラフィーに興味を持ち、 1825年に編集者になった雑誌ザ・グラスゴールッキンググラスの図版の一部を制作した。1835年に法学の名誉博士号を終え、1837年には少年向けの栽培書ザ・ジュベナイル・カレンダー・オブ・エー・ナチュラル・ヒストリー・オブ・ザ・イヤーを出版した。晩年はアイルランドに移り、ダブリンで没した。ホップカークは 植物の学名で命名者を示す場合に、トーマス・ホップカークを示すのに使われる。ありがとうございます。